んにちは、阪急道場ゆみやさんです。はい、今日はファイヤーハウスについてご紹介したいと思います。はい、あのね、本格派のハンバーガーのお店ですね。本郷三丁目といったらファイヤーハウスです。はい、あのね超本格ハンバーガーですね。はい、あの本郷三丁目駅を出て、あの徒歩3分ぐらいのところにあるお店なんですが、店のね、内装はね、ほんとアメリカンな感じのね、こだわった内装になっておりまして、はい、あの価格もね、1000円かね、2000円ぐらいで、もう本場のね、ハンバーガーが食べられるとあって、毎日ね、あの土日は特にね、すごい人なんですよ。はい、あのね、一度はぜひね、食べていただきたいなと思います。私もね、あの何回か足を運んだんですが、あのね、普通のハンバーガーと、あのちょっとね、お腹に余裕があったら、あのフレンチフライですね、ポテトも頼んでね、見てください。はい、ちょっと贅沢したい時はね、ビールなんかもいいですよね。はい、ファイヤーハウスおすすめです。あの、なんでも、あのアップルバーガーとかですかね、その発祥の地とされてね、あのちょっと有名ですよね。はい、私は実はね、大学生の時からね、行ってるんですよ。はい、あのね、自分のご褒美に本格ハンバーガーいかがですか。はい、ということで今日はファイヤーハウスについてのご紹介でした。ご清聴ありがとうございました。